長原院は、静岡県静岡市青いく靴の屋一丁目、谷津山の北西六にある、総当州の寺院。3号は、大森山。大森山長原院は、茨城県笠間市箱田にある、国見山、大鳥大院の末寺である。海山の拡散検知予賞は1523年、正月16日に自弱したが、その後、長原院には、 代々皇徳の僧が在住して寺門が栄え、新たな寺を建立して、海祖となり、松も多く全国二十数系寺に及んだ。長原院が創立されたのは、戦国時代の初期、後土三角天皇の御代、で、1488年で、ある。この頃寸布を治めていたのは、今川市で六代目の吉忠が戦死した後、家徳争いが続き、 マリコに乱を避けていた宇治地下が駿府に迎えられ、七代目の主となったのは、その前年のことであった。長原院のあるあたりは、人家とてなく、一面誠の生えた沼で、後の山には、古木が生い茂り、蓮久寺や、元長寺もまだ建てられず、近くには、全長院という全寺が荒れ果てであったのみである。長原院の解散は、拡散地方省と呼ぶ高徳の死で、 宇治地下の重臣朝日奈一族は深く消えし、谷津山や山六の所領を全て寄進して、長原因を混流、死を解散としました。この朝日奈氏は、安倍川とらし品川を合流させ、駿府の城下町を整備した朝日奈康氏とされています。各山県地方省は日頃進行していたこの神の次元に深く感じて、寺の鎮守に、富士あさま、城山耐えり大言言と共に、 微車門天皇万福死生大御元を祭り、熱く尊敬した。軸応援府を消費たち茨城軍笠間、大鳥大院を、解散八世大竹税康尾将は、学僧で、当時寸府城にいた徳川家康に法案を申し上げ、家康も死を手厚くもてなした。家康は、長原因へ治療を寄進しようとしたが、死は、人の施しによって修行するのが、ふっつの道だからと、 ことごとくそれを辞退した。その無欲なことに家康は深く感動され、代わりに繁若凶六百巻、超伝子の描く十六全身の画像を送ったと言われている。ただ長原因は、早々以来三度の火災に遭い、家康ゆかりの遺品のほかは、時報、古記録等の一切を消失している。三門前には、家康直筆のノコギリ渋み、大森山脇、長源の禅寺がある。 家康は、高狩りの際、本寺が、谷津山山六にあったので、山脇に行けと言われ、それがそのまま、山脇という地名になったと言われている。境内には、海貴、朝比奈康氏の墓頭をはじめ、家康の長身で、駿府の町割りを行い今日の静岡市の基礎を築いた、彦坂九兵衛とその一族、駿府城代、松平康重、松平内前世、菅沼織部の守、 朝の中津笠醤油、駿府城重臣時朝、まさ、小前場、寄木道新今井前、河野、田代の名家、他に、江戸から駿府に移住した旗本侍の方々など、歴史を語る、数々の母党がある。ありがとうございます。